本当にありがとうございます、今日もね気合い十分で来たんですけども、予備部さんがちょっと下がり気味なんですよね。どうしたんですか。だからアイライン忘れた100人アイライン行くの忘れたし、プリンだからやめて、あんま映さないでここだけで。いや最初こう LINE で来たんですよ、こうメイク道具忘れた、もうやばい、もうテレビに出れないって来て来たけど、でも、まあ、言うほどちょっとお化粧した顔だから分かりづらいですよね。だからちょっと本当そのなんだろう、初めて、付き合って初めて彼氏にすっぴんだよって嘘ついてすっぴんじゃないぐらいの写真みたいな。いやいや、してるよそれ結構女すっぴんだよって、そんなほっぺピンクなやついないよ。そんぐらいの薄さでやらせてもらいます。今日は本当に申し訳ない。ちょっとそれ何、その照れて赤くなってんの、本当にお化粧高くなってんの。これ暑いからだから雨だったら着くの遅くなるんですよ、私歩くのすごく遅いから。雨だと遅くなっちゃうから、もし雨降ったら嫌だと思って早めに出ようと思ったんですよ。でもで途中まで家で化粧したけど、いや、あっち行ってからしようってなったんですよ。ここに着いてからしようって言ってこうふんって来たら、え、忘れてんだけどっつって、忘れてんだけどって言ってって、それ一人でしょ。一人でね、うん、顔に描くクレヨン。あ、よかったじゃないですか。顔に描くクレヨンなんてないよ、そんなの。いやいや、そういうやつみたいですよ、すぐ落ちるやつみたい。あ、ハロウィン用じゃん。赤髪もあるから、本当に。でもちょっと黒いのあるから、これじゃあ、じゃあやってるんで、大丈夫、いつも通りの顔だって言われてるよ、だってまさかの顔だけで返しをするという。だからもっとね、で今日来てそのみんなにいじられたのは化粧じゃなくて太ったってことだって、ね、それも悲しいよね。顔がやめてよ、まあ、顔もダメだし体もダメだ、写ったら。